本庄まなみです。私は今京都の宇治田原町というところにある松寿院というお寺に来ています。ご覧ください、このたくさんの風鈴、綺麗な音ですね。こちらの松寿院では毎年この季節になると2000個を超えるこうした風鈴が飾られているそうです。ということで別名風鈴寺とも呼ばれているそうなんですよ。綺麗な見た目はもちろん、涼やかな音でも涼を感じさせてくれる風鈴、昔の人もこうして五感で涼を感じながら暑い夏を過ごしていたのかもしれませんね。私の住んでいる京都も夏は蒸し暑いことで知られる街です。でも京都ではまだエアコンなどなかった時代から様々な工夫知恵を巡らせて暑い夏を乗り切ってきました。今日はそんな先人の知恵を紐解きながら暑い夏を乗り切るヒントをお届けします。本庄まなみの京都涼巡り、暑い夏を乗り切る知恵と技。今では毎年5000万人を超える観光客が訪れる京都。しかし周囲を山に囲まれた盆地であるため、そこに暮らす人々は夏の暑さに悩まされてきました。実は最高気温が35度以上の猛暑日の数は全国最多。特に気温や湿度が高い日に気をつけたいのが熱中症です。熱中症という言葉が使われるようになったのは2000年代に入ってからのことですが、昭和の時代には日射病や熱射病、さらに江戸時代にはかく乱というふうに呼ばれ、鬼のように丈夫な人でもこの病気にはかかることから、鬼のかく乱という言葉もあるほど古くから恐れられている病気だったそうです。私もですね、外で遊ぶのがとても好きなんですが、何かこう一つのことに夢中になっているとどうしても休息を取るのを忘れてしまったり、水分を取るのを忘れてしまったりして、気がつくと、あ、なんか頭がぼーっとしてきたなんていう、ちょっとね、怖いなと思うような、そんなことになったこともあります。時には命を落とすリスクもある熱中症。その対策法について専門医の三宅康文先生に教えていただきます。熱中症とは暑い中にいて起こりうる体の障害すべてを含めたものです。特に梅雨明けなど夏場に軽くめまいが起きたり、経験や気持ちが悪くなったりしたことはありませんか？熱中症は運動や仕事、また肉体労働で起こる熱中症と、ご高齢の方が何もしないで起こす熱中症の2種類があって、いろいろな場面において発生しています。また熱中症は外で起きる症状だと思われがちですけれども、実は室内や家の中にいても起こりやすいものなんです。熱中症による救急搬送者の約5割が65歳以上の高齢者です。高齢者は熱中症のリスクは高く、亡くなられてしまう方の8割が高齢者となっています。近年は暑い日が非常に多く続くことが発表されていて、また熱中症患者が増えることが非常に危惧されています。高齢者は特に注意しなければいけません。熱中症は気をつけさえすれば防げる病気です。環境、体の状態、暑い時の行動について事前に十分注意しながら暑い夏を乗り切る方法を一緒に学んでいきましょう。